はい、こちら籠池純子さんの入場です。籠池さん、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。結果が出て少し経ちましたが、今の率直なお気持ちをお聞かせください。率直な気持ちは、なんで開票されてないのに当選になるのかなっていうのが、ちょっとこういうちょっと選挙がちょっと読めないなって思います。はい、選挙戦振り返っていかがでしたか？楽しかったです。ではやり残したこと、また言い残したことがありましたら教えてください。公明党創価学会が本当にカルト集団っていうことで、アメリカやフランスでは認定されているのに、なんで日本では与党なのかわからないです。これほどの全国に被害者が出ているのにかかわらず、なんで与党なのかわかりません。いろいろと思うところはあるかと思いますが、安森さん、横で選挙戦見ていていかがでしたか？はい、あ、いいですか？はい、よく頑張りました。で、当確された議員については私の方は2人で回ってましてね、もう何十年もこの地域を良くなってないじゃないかというふうに訴えてきたわけですけど、やはり組織票というのがあるということは、他の一個人の人たちにとっては、一住民と人たちにとってよりも上の段階に行ってしまって、本当の住民の人たちの意見というのが出てこないんだなと思いましたね。それとやはり私たちの選挙は申し訳言いにくいことを言いますけど、公明党の何ですか、青年部にこう監視されてたりもありましてね、なんとなくやりづらい選挙でしたね。でもやるべきことはやったんで、あとつなげていきたいというふうに思いますし、自民党が少なくなったということは、安倍晋三首相とか菅官房長官に対する、やはり正義の鉄拳がね、振るわれたんじゃないかなというふうに思います。私たちが、家内がこの選挙区に出ることによって、全体的に日本の政治が構造が変わってきたかなと、嘘はダメでしょということで思いますけどね。純子さん、最後に、今とても笑顔が印象的ですけれども、本当にやりきったという気持ちですか？自分の潜在能力は、こんなこともあったのかなっていうのが気づいたんでよかったです。それでなかったら、なんていうのかな、新たなことにこう飛び込む勇気っていうのは、この年ではなかなか芽生えないと思います。ですから、この選挙運動を通して、そういうことに気がついたのが嬉しかったです。もっともっと多くの人にやっぱり親切にして、そして愛を出してやっていきたいなって思いました。今後の活動と考えていることが、はい、はい、今スタジオから声かけがありました。はい、聞こえております。はい、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 分かりました。今スタジオのアナウンサーからですね、はい、純子さんがかけていらっしゃるそのメガネがですね、特徴的ということで、はい、どうされたんですかということなんですが、また今度二人きりで言います。今は内緒ということですか？はい、このメガネいいでしょ、とてもね。お父さんこれよけそれで終わろうとしてるんですか？一度お見かけすると忘れない。ああ、そうですか、ありがとうございます。はい、本当にそう言っていただいて、褒めていただくところがないんですね、メガネしか。ありがとうございます。多くの人に本当に手伝っていただきまして、本当にこう何ていうかな、感謝です。ただやっぱり森友事件の究明、そして真実の究明っていうことを本当に調べていただきたいと思っています。そもそも事故がこう伏せられているアスベスト、アスベストを隠した公明党国土交通省、
にはですね説明責任をしていただきたいと思います。それと10年前に池田大作さんが亡くなっているのにまだなぜ生きているということを草加新聞に載せているのかどうかというのは山口代表やっぱり回答しないというかいけないんじゃないですか。責任の義務があると思います。国民を騙しているということになります。これは私本当に言いた一番言いたかったことです。だってマスコミも出ないですもん。おかしいですよ。ありがとうございます、はい、でもう一度選挙のお話をさせていただきたいんですけれども、はい、ありがとうございます、はい、今後また選挙に出るという可能性はありますか。ありません。ありません。はい、はい、分かりました。こちら籠池陣営からお話を伺いました。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。本当にありがとうございました。お父さんありがとう。終わります。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。接種者っていうのは、はい、大丈夫です。はい、ここから2次会中じゃないや第2の会場に行かれる方はちょっと下で待っていただいてという感じになります。はい、はい、じゃあ後ろ傾けちゃってよろしいでしょうか。大丈夫です。はい、わかりました。はい、大丈夫です。はい、